はいどうもガジュマルです。今回はツッキー第23弾、前回に引き続きカモメ大戦の月島系の魅力について語っていきたいと思います。よろしくお願いします。今回でカモメ大戦は終了となります。ツッキー回残り少ないですが、余すことなく魅力を語り尽くしますので、最後までご覧いただけたら幸いです。それでは早速参りましょう。前回は失礼極まりないツッキーで終わっております。さあカモメ大が攻撃仕掛けてきます。ひなたはよく観察していますが、反応が少し遅れてブロック開いちゃうんですね。しょうよ、もうかなりブロック理性的になったけど、さすがにまだツッキーには及ばないね。これがカジ君の声真似を諦めた結果だよ。甘いね。こっちの失点だよツッキー。スパイしてる？あの時指令傍受してる？ここでバックアタックで星海君来ます。ここにカラスノの理性現れます。しかし星海君はツッキーの手を見て正確にボールを当てていきます。急に的当てすな。またも星海の技ありブロックアウト。うまいブロックだから狙いやすいぜ。どうも。あ、リンちゃんくらい切れてるね。そのうち黙れとか言い出すんやろ。続いて再びこのコンビが活躍します。全ローテ中たった1ローテではあるが、強壁2枚だ。いいよ月影コンビ。そしてこのワンチしたボールを日向が繋いで、影山のトスから日向が決めます。いやー、カラスノは本当に1年生が頼もしいですね。2年後が楽しみというか恐ろしいというか、ほんまによ。2年後には全国3位で、その先では全員プロ、強豪よりプロ輩出しとる。というか君たちがカラスノを古豪から強豪にしたんやな。続いてシンクロ攻撃。お、ツッキー、ツッキー、ちゃう。このヒルガミ君の素早い反応を見て、機械みたいな情報の選択とツッキーは思うんですね。この一言からヒルガミ君のレベルの高さが押し量れます。散々機械かよって言われてたあのツッキーが、他の人のプレイを見て機械みたいだなと思うってことは、それはもう自分と同等かそれ以上の実力がヒルガミ君にはあります。あ、やっぱりこの流れは止めるよね。次は次切り替え。スガさんのいやらしいサーブ、星海君を牽制。ここで日向がワンチします。ナイスワンチサーブのおかげだけどね。ブロックに辛口芸人ツッキー、そんなくくりやったん？それでトーク出てたん？続いて朝日さんスパイク打ちます。ブロックを吹き飛ばした。今までの相手よりブロックの手が残っている感じがする。カモメ大ブロックの安定した姿勢、手の形、そして全員の意識の高さ、さすがはブロックオタク。朝日さんがなんとなく感覚的に今までの相手よりブロックの手が残っている感じがする。なぜそう感じるか、それをツッキーは言語化してちゃんと理解しています。ブロックへの解像度が高え。有機ELくらい見えとるな。朝日さんクソクソクソかっけー。なんちゅう顔してんねん。好きにさせたれよ。紛れてる時の日向見てもさ、そういう顔するやろ。まあ、ブロッカー全員同じ顔してるんやけど、ほんで日向ちゃんと点決めるしな。そして2メーター2号に、次は捕まえてやる。と言われた時のこの日向。捕まえてくれるの？みたいなウキウキ顔。ビビれよ。君が悪いよね。わかるよ。ガオくんの気持ちに共感するん、君なんかい。やっぱり日向の生態系をよくわかってるな。お、ツッキーなんか考えてる？体が小さいだけのモンスターたち。でも、人間だって戦える。ツッキー節炸裂ですね。しっかりと、日向、星海くん、小さな巨人。この3人の実力を、体が小さいからと過小評価せず、正当な実力を把握してモンスターと称した上で、それでも、化け物じみた強さではない自分たちでも戦える手法はあると。相手化け物やし無理やと。諦めるんじゃなくて、極めて冷静に判断を下した上で負けん気を持ってるんですよ、この男は。君が言ったセリフやけど、いつの間にそんなかっこよくなった？君かっこいいよ。そしてその人間だって戦えるの人間には山口も含まれています。山口サーブです。山口のサーブはレシーブが苦手なガオ君に飛んでいきます。レシーブ乱れて万全でないトスからラストは小さな巨人。ツッキーの読み通り高麗君に上がります。止める。ツッキーの意気込みに影山ビビってます。あ、また的当てしようとしてますこの人。しかし視線は雄弁。なんとブロックアウトを狙いに来た星海くんを呼んで、ツッキースパイクを避けます。星海くんを含めてみんなマジかよって顔してます。日向以外避けやがった。ノー。触ってない時はノーって言うんですね。そしてここで日向との回想シーンです。ちょっと付き合ってくんない？ん？ん？二度見すんなよ。ツッキー入りまーす。はーい。誰の返事？涌谷みなみとのラストだけど。ん？涌谷？向こうの一番がブロックアウト狙うって気づいてたろ。あ、中島さんな。間に合わなくて吹っ飛ばされたけど。やっぱり。どうやってブロックアウトって判断した？うん、なんかなんだっけ、ビビッときた的な。いや、
チリチリ、いや、バチバチ。その顔やめろよ、結構傷つくんだぞ。見下しすぎやろ。日向の言語化能力を諦めたツッキー、パターンはあるはずだ。そう言って日向のプレイを観察しています。あの時観察していたのは日向だけじゃなかったんですね。フォーム、いや視線。ここでツッキーはブロックアウトを狙う時のスパイカーは狙いを定めるために相手ブロッカーの手に視線をやると、これを観察の中で見つけたんですね。しかし理屈では分かったもののブロックアウトを取られます。くそ、腹減った。コガネ、この野郎気づかないふりしてたのに。ラストもう一本。よっしゃ、勝つ。カラスノはやっぱりヤバいです。二口さん、こういう練習の過程があって今こうして全国大会の舞台でその努力が実を結んだんです。ワンタッチはなし、星海のスパイクはアウト。今月島くん避けましたね。実況にも驚かれてます。今のポイントで第2セットカラスノが取って終了です。なんという空中の駆け引き。出たー、月島系配給作中1のゲス顔でございます。ド M の方はぜひ待ち受け画面をこちらの画像に、ありとあらゆる運気が上がります。うわー、ナイスサーブ。人間でも戦えると証明しましたね。ずるいことしかせんな、月島家は。大悪党よ。泣かせすぎよ、人を。対比の使い方がうますぎる。あの時、兄から弟にしていたピースを、今度は弟から兄へする。これだけで泣ける。ここからは僕の推測ですけど、ツッキーのお兄ちゃんは、お前にもみっともないとこ見せたしなと、過去の自分を悔やんでました。でも、ツッキーにとっては、お兄ちゃんが楽しそうにバレーをする姿を見て、ツッキーもバレーボールを始めました。紆余曲折ありましたけど、今こうしてバレーボールを楽しいと思えるのは間違いなくお兄ちゃんのおかげなんです。そのお兄ちゃんに向けての、今お兄ちゃんのおかげでバレーボール楽しい、ありがとう、そういう意味が含まれてると思います。ケイ君やばいっすね。だろ、スパイク避けられた瞬間ヒュンってなりましたよ。お前ずっとあれ狙ってたの、怖っ。貴様、なんでわかった、狙ってやったのかよ。皆さん座ったらどうですか。最終セット、未だに攻撃力の落ちないカラスの、それに対応し続けるカモメダイ、矛と盾が同等の強さだからこそしんどいですね。ここで星海くんが決めると、これは強烈なストレート。星海、強靭な盾の中の輝く矛。実況がつとものハートを掴んだ。続いてツッキーがワンチ、カラスのブロックの要月島系、こちらはまさに矛の群れの中の盾。キュキュン、こっちも捨てがたいか。これは実況の人の語彙力が素敵すぎる。そしてツトムがひたすらに可愛い。続いてツッキーシンクロ攻撃仕掛けます。しかしここでバンチリードブロックが現れて、捕まると思って無理やりコースを打ち替えます。リードブロックは最後に笑うブロックだ。なんと白鳥沢の時は自分に味方していた事実、言葉が、それは相手も同じですよとカモメダイが見せつけてきます。及川のサーブぶりのブーメランやん。生きろ、生きてます。そしてツッキーの回想、逃げんなよ、王様にあんなこと言っといて情けない。仕方ないよ、自分がやるのとやられるのは全然違うんやから。そしてツッキー、くそ足が重い。ツッキーの体力の限界が近づいております。しかし、あの僕まだ大丈夫なんで、と自ら進言します。月島そろそろ変えなあかんか、そう思われてることにも気づいてるんです。こんなんツッキーに言われたらコーチも嬉しいですよね。続いて日向、ブロッカーの処理する情報を増やしまくって撹乱しています。そしてポイントもしっかり取ってます。ここでツッキー投入です。おい逃げんなよ。わあ、ブーメラン帰ってきて切れてる。はあ、足バキバキ。体力とか精神力とか点数のつけられないものに勝ち負けつけるなんてバカバカしい。日向に負けてたまるか。負けず嫌いの月島くんがどんどん出てきてるね。前に月疲れながらも冷静な状況判断でワンチします。誰かいろ、自分は精一杯のことをやってる、だからお願い、誰かいて、誰かつないで。月の必死な思いが伝わってきます。そこにいたのは日向なんですね。この守備で活躍した日向を見て、負けてたまるかと月にまた火がつきます。助走距離を確保して一番有効で一番勇気がいるど真ん中勝負に出るんです。逃げんなよって言われたからね。このバンチリ
リードブロックを避けてツッキー打ちます。しかし抜けた先に補修ミ。この後カラスの接待以外全員助走に入って日向が1点をもぎ取ります。面白くなさそう。しかしそんな表情できるのも今だけだったんですね。日向の体に異変が起きたので今回の動画は以上で終わりたいと思います。カモメ大戦最後までやるとどの辺のツッキーそんなに素材ないから動画がすごく短くなることに気づきました。次回が最終回になると思います。最後までお供ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。今回の未公開シーン、今前衛のスパイカーは2人、つまりこっち側全部俺の自由。キュッ。ブロードじゃない、高いジャンプ来る、リークイック10番だけに気を取られるな。幅から高さへ瞬時の武器の切り替え、唐突に情報を増やされる、深い。俺の声への悪口、唐突に増やして悪かったな。